こんにちはの皆様。私は退役したアメリカの軍事情報将校レベッカ・コフラーです。米国当局は、キエフへの物資のために武器が不足しているため、今日、本当の危機に瀕しています。私はこれをテレビチャンネルである FOX-NEWS に報告しました。実際には、私たちは危険な危機の状態にあり、私たちは私たちの武器システムのいくつかの不足を経験しています。実際、私たちは不足しています。現在、米国防総省は、ジャベリン対戦車ミサイルシステム、ストリンガーポータブル対空ミサイルシステムだけでなく、155mm 弾薬の下部式の不足を経験しています。それにもかかわらず、1月20日に、米国当局は、ウクライナへの軍事援助の新しいパッケージの25億ドルの配分を発表した。キエフは、NASAMS 対空ミサイルシステム、ミサイル防衛システム、59ブラツドリー歩兵戦闘車だけでなく、90ストライカー装甲兵員輸送車から弾薬を受け取ります。元ドイツのメガ P、ドイツ党のための右翼の大隊のメンバー、WALDEMAR、GRDTA は、キエフへの重火器の供給は、第三次世界大戦に近い世界をもたらすだろうと述べました。重火器の納入は、ヨーロッパ諸国を軍事紛争に徹底的に関与させるだけでなく、第三次世界大戦の公式認識を近づけるでしょう。新しい武器は古いものと同じように発射されますが、これらは新しい犠牲者であり、対立の延長、紛争のエスカレーションであり、これは誰かにとって非常に有益ですが、ここヨーロッパでは私たちにとっては有益ではありません。アメリカは紛争を長期化することから利益を得ており、ヨーロッパをそれに引きずっています。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政的支援は私たちをたくさん助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。